全然わけわかんねえ。リドリーお嬢様だしな。たまには家出でもして反抗してみたいんだろう、きっと。すぐに帰ってくるよ。おっといけねえ、城に行くんだった。相変わらずトロイ。待ちましたよ、ジャックさん。誰？そう来ると思った。私は執事のアルです。アル。覚えていたか。ま、あなたにしては上出来だ。なんかトゲあるな。お前ってそんなやつだったっけ？騎士でない者にそんなやつ呼ばわりされる筋合いはないですね。とにかくジャック・ラッセル、ラークス様が会議に出席せよとのことです。会議？ラークス様がお待ちかねです。急いで大会議室へ。ラークス様？まさか、ラークス様まで忘れた？騎士団総参謀長サルート・ラークス様を？こいつの頭は鶏以下だな。え？なんか言った？なんか言ったじゃない。会議は始まってるんだ。急げ、鶏頭。はい、ここが大会議室。いいか、くれぐれも粗相のないようにな。以上のような経緯で、現在地の谷は騎士団の占領下にあります。ああ、来てくれましたか、ジャックさん。そこに座ってください。では続けます。しかし問題は、占領した地の谷に竜が現れたということです。詳しくは現場にいた者から報告してもらいましょう。ダイナス。竜と戦った者として申し上げます。竜は強い、恐ろしく強い。竜の爪にかかれば我々の鎧など紙切れ同然。全くもって将軍。何を気の弱いことを。私は、我々は確かに竜を倒したのですよ。竜を仕留めたのです。間違いなくこの私が。クロス、控えろ。16年前に現れた水流に続いて、今度は地流か。言い伝えは真実なのかもしれんな、ラークス。塔の頂き、天を突くとき、竜現れ、これを崩す。ですか。もし竜が我らを滅ぼしに来るのなら、我らも身を守る手立てを考えねばならん。国王、なぜ竜が人の世を滅ぼしに来るか、その理由をお考えになったことは。妖精を守るためではないか。いいえ、違います。
竜は監視者であり、大地の秩序を守る存在です。竜の目的は妖精を守ることではなく、世界の均衡を保つことにあります。この度、地の谷に竜が現れたのは、このまま行けば我々人間が、トゥトワス、つまりこの大地を滅ぼすことになると判断したからでしょう。監視者、トゥトワス。初耳ですね。どこでその言葉を？古文書です。あまり知られていない文献ですね。くだらん、全くくだらない議論に時間を取られすぎです。クロス、座れ。竜といえども所詮は獣、倒せない相手ではありません。こちらから打って出るべきです。クロス、いい加減にしろ。ダイナス、あながちクロスの意見も否定できないかもしれません。は？ルシオン殿、竜はあと何匹ですか？言い伝えによればあと2匹。地竜一匹でも騎士団は壊滅状態に陥ったというのに、あと2匹か。しかしケアン・ラッセルは単身で竜を倒しました。戦い方によっては我々にも十分勝機があるのではないのですか？おっしゃる通りです。この次もこの私が。ダイナス、今後人間と妖精の利害は決して一致することはないでしょう。対決は避けられません。そしていざ決戦となった時には、また竜が現れるに違いないと。そうです。であるならばこちらから積極的に竜を倒しに行くべきです。国王、私は騎士団による竜の討伐を進言いたします。定めは切り開くもの、変化を恐れる者に行く末はない。ラークスの進言を入れよう。出兵の準備を。承知いたしました。ダイナス、準備の整った騎士団から順次出発させなさい。はあ、ラーク様、ノワール・シュベールはすでに完全武装で待機しております。よろしい。ノワール・シュベールはまずエルフ地方から探索を始めるよう。各ギルドの皆さんも積極的なご協力をお願いします。国王、これでよろしいでしょうか？ん？本日はこれで散会とする。皆の者、ご苦労であった。ジャックさん。え、は、はい。ちょっと私の部屋までお願いします。は、はい。あ、俺に何の御用なんですか？用というほどのものではありません。用というより、むしろ相談ですかね。相談？ラークス様が俺に？そう、あなたにですよ。竜殺しの息子、ジャック・ラッセル。お、会議ではああ言ったものの、私はまだ確信が持てないんですよ。我々は本当に竜を倒せるんでしょうか？そして竜と戦うという決断が本当に正しかったのか、どう思います？竜殺しの息子として意見を聞かせてください。俺、
俺、難しいことはわかりません。でも、竜は倒せます。俺たちは勝てます。だから俺も竜を倒したい、父さんみたいに。ありがとう。期待した通りの頼もしい言葉でしたよ。竜の討伐にはあなたにも参加してもらうことになるでしょう。そのために会議にお呼びしたのです。手柄を期待していますよ。はい、任せてください。